東浜家は沖縄県うるま市出身のプロ野球選手。宇と右内ち。福岡ソフトバンクホークス所属。アジア大学時代名前への由来は、心も体も大きく育つようにとの願いを込められ、付けられた。与那城小学校2年から与那城ストロングで野球を始める。与活中学校では南式野球部に所属し、3年夏は県大会優勝。 九州大会3位と AS としてチームを牽引した。沖縄小学高校では1年の春からベンチ入りし、3年春の選抜では5試合で41回を投げて防御率0.66と安定したピッチングで同校を9年ぶりの優勝に導いた。3年夏は県大会の決勝で浦添商業高校に敗れ準優勝。プロからも注目されたが、 進学を希望しプロ志望届は提出しなかった。アジア大学進学後は、公式野球部に所属し、1年春から、東都大学野球リーグ戦に出場。初登板から3試合連続で、完封勝利を挙げ、新人賞を受賞。以降、最高主君選手2回、関東賞1回、ベストナイン投手部門4回と、東都大学リーグを代表するエースとなり、3年秋には、 松沼正幸の持つ通算15カンプの記録を超えるリーグ新記録の通算16カンプを達成した。4年次には大で初めて投手として首相に就任した。東浜が大学4年の時には3年だったキュウリアレン、2年だった矢部孝月と山崎康明と共に野球部の寮の4人部屋で一緒に暮らしていた。日米大学野球選手権大会は 第37回と第38回に出場。通算成績は4試合で9回を投げ、防御率1.00。また、第25回アジア野球選手権、大会日本代表と U-26NPB 選抜対、大学日本代表の大学日本代表にも選出された。トートリーグ通算完封は最終的に22を記録した。 2012年度ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスと埼玉西武ライオンズ、横浜 DNA ベイスターズの3球団から1位指名を受け、抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得した。そして11月30日、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円で契約に合意し、背番号も16に決定した。 2010年代2013年4月11日の対、オリックス戦では、アーロム・バルディリスに、満塁本塁打を打たれるなど初回5失点、3回1、3を投げて6失点で降板。2度目の投板となった4月18日の、大楽天戦でも5回6失点で降板。敗戦投手となり、翌日2軍落ちした。その後は二軍で投げ、フレッシュオールスターゲームのウエスタンリーグ代表に、 選出。フレッシュオールスターゲームで4月18日以来の登板となる9月23日の対ロッテ戦で、先発して6回を3安打3失点の内容で、プロ入り初勝利。9月29日の対楽天戦では5回1、3を投げ、無失点と高騰し、本拠地福岡や福岡、ドーム初勝利となる2勝目を挙げた。10月5日、 シーズン最終戦となる対北海道日本ハムファイターズ戦では中脱奪三振でプロ入り初関東初完風先発三連勝となった。シーズンオフにはプエルトリコのウィンターリーグの悲願テスでカロリーナに参加し11月3日から12月15日までの8試合に先発登板し4勝1敗防御率3.15の成績を残した。2014年は 開幕6枚目の先発に抜擢され、4月3日に行われた対日本ハム戦に登板し、初回に2点の援護をもらったが、3回に連続支球で満塁とし、北厚紙に敵時代、大引刑事に押し出し死球で同点に追いつかれ、4回に1点、勝ち越したが、5回、中田翔に左中間にへ逆転の2点本塁打を浴び降板。 翌日の4月4日に出場選手登録を抹消された。6月29日に昇格し、同日の対埼玉西武ライオンズ戦、7月6日の対楽天戦と連勝した。その後に連敗し、7月31日に再び抹消。9月19日に再昇格。9月24日には3回6失点でノックアウトされた先発、セッツ・タダの後を受け、 9回まで投げ6イニング1、失点に抑え、これが9円での公式戦自身最長イニングとなった。シーズンの大半は2軍で暮らし先発17試合で7勝、9円で2勝の、計9勝を挙げ、リーグ最多の3関東、防御率2.11と、ウエスタンリーグ優勝に貢献した。10月4日のファーム、日本選手権で先発、ロッテ2軍を5回に失点に抑え、1点リードで、 降板したが、後続の岩崎翔、辰美慎吾が失点し、ファーム日本一とはならなかった。CS ファイナルステージでは、10月17日に2回6、失点と、ノックアウトされた先発セッツの後を受け、中田翔の3点本塁打などで5失点したものの、7回から9回までを三者凡退に、抑え、7イニングを投げ切った。日本シリーズでは10月29日、 先発の中田健一が3回に3者連続支給の後に失点して同点に追いつかれて降板した後を受け4回から3イニングを無失点としてホールドを記録し大手となる3勝目に貢献した。また日本シリーズで3イニング以上を投げてのホールドは2010年の内田津以来史上2人目となった。シーズンオフの11月10日には日米野球走行試合として行われた。 タイヤ級日本代表戦でソフトバンク日本ハム連合軍の先発として2回を1アンダム失点に抑えた。11月26日の NPB アワーズで飯田優也らと共にウエスタンリーグ最多勝利投手として表彰された。2015年は開幕後の4月2日に1軍登録され、同日のオリックス戦で先発登板しかちはつかなかったが、チームは 自身のシーズン初登板試合において3年連続で、サヨナラ勝ちを収めた。次週の試合が4試合しかないため、翌日一軍登録を抹消。4月16日に再び一軍登録され、同日のオリックス戦で4回に、3を8アンダー5失点4死球と振るわず、翌日の4月17日に登録を抹消。その後は2軍でのプレイが続き、9月8日にようやく、 一軍へ昇格。同日の日本ハム戦でようやくシーズン初勝利を挙げた。この年は6試合の登板にとどまり、1勝2敗、防御率4.82だった。2016年は開幕ローテーションから外れ、二軍スタートとなった。二軍では4試合に登板し、防御率0.90と高騰。4月15日に一軍登録された。昇格後は先発ローテーションに加わり、 のりもとたかひろ、わくいひであき、黒田ひろきとエース級と投げ合って、勝ち投手になった。23試合に登板。9勝を挙げ、防御率は3.00だった。2017年は主に、開拓屋やとバッテリーを組み、昨年から、試合の日が一番楽と、本人がコメントするほどの筋力トレーニングを、今シーズンも継続。昨年で昨年夏場に離脱した反省から、 一年間の流れをつかみトレーニングの量を調整。後半戦を見据え、開幕後も負荷の高い筋力トレーニングを継続し、先発ローテーションの一角を担う。負傷離脱した和田武氏に代わって、エースとなり、5月30日のセパ交流戦、対中日ドラゴンズ戦で関東勝利、6月23日の対西部戦で完封勝利。 7月27日の首位攻防戦の大楽天戦において、岸士高行と投げ合い、自身初の二桁勝利を達成した。7月は3勝0敗で防御率1.33の高成績を上げ、同じく3勝0敗で防御率0.81の菊池武姿勢を抑え、月間 MVP を初受賞した。8月18日に行われた大楽天戦においても、 岸高之と投げ合いで勝利を飾り、チームの首位固めとなった。同年は、自己最多の24試合の登板し、160イニングを投げて16勝を挙げ、菊池武姿勢ともに、パリーグ最多勝ちに輝き、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンは、楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦と、横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズ第2戦と、 第6戦に先発登板。自身の勝ち星はなかったが、2年振りのチームの日本一、奪還に貢献した。シーズンオフの12月6日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で、契約公開交渉に臨み、5400万円アップの年俸9000万円でサインした。二千十八年、先発ローテーションの一角を担っていたが、五月十五日の大楽天戦で、 右肩の違和感を感じ、3回で途中交番するアクシデントに見舞われる。翌日の精密検査で右肩関節機能不全と診断され、離脱を余儀なくされた。約2ヶ月間の離脱を経て、8月7日の対ロッテ戦で復帰登板し、8月14日の対楽天戦では復帰後初めての勝利を挙げるなど、復帰以降は6勝負けなしの活躍を見せる。同年は、 上記の怪我での離脱もあり、17試合の登板で7勝5敗、防御率3.32の成績にとどまった。ポストシーズンは、クライマックスシリーズでは、日本ハムとのファーストステージ第3戦と西部とのファイナルステージ4戦に先発投手として登板。広島東洋カープとの日本シリーズでは、10月31日の第4戦に先発登板し、勝利投手となり、 チームの日本一連覇に貢献した。シーズンオフの12月21日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、500万円ダウンの年俸8500万円、金額は推定でサインした。2019年、前半戦では7試合に先発するも、防御率6.37と乱調。5月23日に股関節の針で、 出場選手登録を抹消され、6月5日には右ひいの手術を受けた。ポストシーズンでの復帰も叶わず、そのままシーズンを終えた。2020年代2020年6月19日の開幕戦で監督の工藤君康の指名で自身初の開幕投手を務めた。8月26日に首や頸椎の張りのため一軍登録を抹消された。 ここまで2勝1敗に止まっていたが、9月10日日、軍昇格すると、同日から10月17日まで、6試合の先発で、6連勝した。9月26日は、調子が良くなかったが、6回3失点と試合を作り、チームの連敗を5で止めるとともに、対、ロッテの連敗も4で止めるという価値ある1勝を挙げた。東が、僕の中では今シーズンの中で印象に残る試合と、 語るのが、10月10日の2位ロッテとの首位攻防戦で、チームは前夜の敗戦でゲーム差なしまで追い上げられていたが8回1失点で勝利投手となった。この勝利がラストスパートへの合法となり、チームはここから12連勝した。10月30日には8回無失点と高投し9勝目を上げ、同年のリーグ優勝に貢献した。10月は5試合に登板し、4勝0敗。 防御率0.48だった。あと1勝で最高勝率のタイトル獲得を確実にする。あと8回に3以上を投げて規定投球回数に到達し、かつ自責点が3点以内であれば、最優秀防御率のタイトル獲得を確実にするという投手2冠を目前としたが、11月5日は8回に四万塁の場面で安田証券に対し、 この試合4点目の自責点となる押し出し支給を許して降板し、敗戦投手となった。ロッテとのクライマックスシリーズでは、第2戦に先発したが初回に3失点、4回7、安打3失点で降板した。その後チームが逆転し、勝利し、日本シリーズ進出となった。右肩のコンディション不良を理由に、日本シリーズの出場資格者名簿から外れた。オーバースローから、 最速時速154キロメートルのストレートとスプリットのように変化の大きいツーシーム、球速の違う数種類のスライダー、カットボール、カーブの組み立てで打たせて取るピッチングを主体とする。その一方で大きな変化をする変化球が少なく打者にタイミングを取られやすいという欠点が指摘されている。打者のタイミングを外す投球術にたけ、試合中の修正能力も高い。 大学時代にはリーグ通算最多脱三振記録を更新したが、脱三振へのこだわりはなく脱三振率も高くない。また、同じくカンプのリーグ記録も樹立したが、試合の中ではカンプを意識しておらず、どんな形でも勝てる投手になることを目指しているという。また、究極のピッチングは10アンダカンプと述べている。海拓也は、巨酸はクイックも速いです。 牽制もうまいので、僕自身も助けられていると語っている。元プロ野球選手の王のおとは、母方の祖母同士が、姉妹にあたり、親類である。ありがとうございます。